子どもたちの学力状況を把握するため、文部科学省が毎年実施している全国学力テスト。県内では、公立の小中学校合わせて356校の1 9200人余りが対象で、小学校では国語と算数、中学校では国語と数学、それに2019年以来となる英語が出題されました。 英語のテストでは、話す力を測るスピーキングが初めてオンライン方式で行われました。全国学力テストは、県内では5月下旬までにかけて実施され、都道府県別の結果は7月下旬に公表される予定です。